重要な一戦、実況は私西岡と、お隣解説席には岡田武さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、アーセナルのキックオフで試合開始です。ナスリ、アンドレイ・アルシャビン、味方の位置を確認する。このボールはどうだ。これはディフェンスが勝った。ここにアマウリ、ボールは逆サイドに流れます。ボールにはジエゴ、シュートはディフェンスがブロック。ウォルコット、ファブレガス、サポートも寄っていく雰囲気があります。アルシャビン、ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。ナスリ、アルシャビン、クロスを出した。ディフェンスがクリアします。しかし強い、速い、うまい。ボールを奪います。押し込めるか、ファンペルシー、シュートでしたがこれは決まりません。残念そうにしています。絶好の場面でしたからね、頭も抱えますよ。ファブレガス、動きに躍動感があふれます。ウォルコット、上がった、あっとボールにはグロッソ、デルピエロ、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。キーパーにバックパスです。フェルマーレン、ナスリ、クリシー、この動きがアルシャビンです。フリーキックの判定です。ここはファールを取りました。ジエゴが見せてくれるのか。そこが抑える。マルキッシオ、アマウリ、戻します。フェルマーレン、クリシー、アンドレイ・アルシャビン、ファンペルシー。さあゴールの方向を向きたい。やっちまったという表情。スローインに変わります。いました、クリシーです。ユベントスのスローインからゲームが再開となります。ファビオ・グロッソ、シソコ、カセレスです。倒れはしないがどうなる。デルピエロ、アマウリが絡む。パス通りました。顔を上げたい。クロス上がった。アマウリ悔しい、決めたかった。ボールにはカセレス、これはパスミスになった。ボールにはウォルコット、ファブレガスです。ディアビ、パスコースにはディフェンスがいます。デルピエロが絡みます。これはいいぞ。ボールの動きが激しい。ジエゴが来ましたよ。これは厚みのあるアタックになりそう。審判試合を止めます。ファールの判定でフリーキックです。岡田さん、今日はアーセナル勝ちたいですね。そうですね、大事な試合ですよね。これはファンペルシー、チャンスの匂いのするパスです。中はどうだ。これは来た、ゴールだ。決まった、アーセナル。
なんとも華麗な攻撃でした。あれだけ綺麗に回して最後もきっちり決めるというところが恐ろしいですよ。試合が再開されます。ちょっとリードされたぐらいでは動じないでしょう。ユベントスまだまだこれからです。そのまま続行、ナスリへのファールも流しています。カセレス、やはり体が強い。フィジカルを生かして体を寄せて奪ったユベントスのゴールキックに変わります。解説の岡田さん、ユベントスですがどのあたりに注目していきたいでしょうか。もうこれはオフサイド、チャンスにはなりません。いやー、あっと思った瞬間のオフサイドでしたね。際どいプレーでしたね。ボールを取り、フリーキックです。ユベントスです。ホセ・マルティン・カセレス、ナスリがここにいました。雰囲気があります。アルシャビン、審判はフリーキックの判定です。ヘッドだ。このボールはどちらが取るか。ホーストだ。これはフリーキックとなります。マルキッシオ、このパスはダメでした。通りません。ナスリがこれを抑えます。カセレスです。フェリペメロ、ジエゴ、シソコ、アマウリです。クリシー、アルシャビン、勝負どころと見たか。前に飛び出します。カセレス、グロッソ、マルキッシオ、デルピエロ、ボールはキーパーの手の中へ。カンナバーロが素早くこれをクリア。この位置からのスローイン、苦しい状況が続きます。再びスローインとなります。ボールにはジエゴ、ここにアマウリ、体の強さを見せます。フェルマーレン、味方が上がってチャンスを作りにかかります。厳しく競り合います。セスク・ファブレガス、シソコ、ファンプルシー、レフリーの笛が鳴り、前半終了のホイッスルが鳴り響きました。前半も終了してハーフタイムですが、どちらのチームもディフェンス